でね、うまくおとりに使って、逆のオプションも面白いと思いますよ。はい。さあ、大橋からのボールはどうだ、ヘディング決まったー、来た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 、ナスのゴール。立ち上がり早々、F・マリノスが先制。いやー、いいタイミングで今、ボール触りましたね。いや、来ましたね、はい。いやもう本当に川添さんがおっしゃる通り、中澤はおとりで、その後ろから那須がこのヘディングドンピシャリ、はい、2人つられましたね、今ね。いや見事なゴールです。あ、ぽっかり空いてますもんね。アジア制覇へ、グループリーグ突破へ、崖っぷちの F・マリノスが待望の先制ゴールを奪っています。いきなり試合が動きました。 F・ マリノスが先制です。いやー、いいですよ。その後、追加点になるかというところ、奥でしょうか。思い切って狙っていきました。こういうね、フリーなのはしっかり決めていきたいですね。非凡なものを見せます。さあ、また3頭が攻め込んでくる。右サイド開いたところ、ダッチラスク、リターンパスが出てきた、シュート、うわーっと決まってしまった。ステイチのゴール、1対1。これは痛いですね。見たくはなかった同点ゴール。いや、今シュートも素晴らしかったですけどね、その前のダイレクトのパスですよね。さあ、仕切り直してフリーキック。どうだ、ブラザイドだか、落として、シュートは打てない。もう一度中澤、河井も絡んでいった。判定はゴールキックか。最後、河合が絡んでいきました。コーナーですかね。コーナーですか、はい。コーナーになったようです。今のシーンです。最初、ファーサイドに流れた中澤に当てて落としたところに河合が飛び込んでいきました。セカンドボールには中澤が絡んで、最後河合が行ったんですが、倒れているのは20番、17歳、中盤の西郷です。この選手はチーム最年少。F・マリノスが、このままですと、アジア制覇の夢がついえてしまいます。ピンチに立たされています。3頭の中盤の20番西郷が一度ピッチを後にします。あっと、ここで F・ マリノスの選手、何ですか、一人絡んでいって、アンジョンフなんでしょうか。あっと、ちょっと場内が騒然となってきました。 F・ マリノスにとってはアウェーの地、両チームの選手が3頭の選手とちょっと競り合いになりそうになったんですが、安城班も倒れましたね、はい。あ、そしてまた担架がピッチの中に入っていくのが見えます。加瀬さん、ただここは F・ マリノスとしてはファイティングスピリットは前面に出してほしいんですが、そんな形で調子になってほしくないですよね。に乗ってしまうと、もう相手のペースになりますしね、3頭にとってみれば引き分けでも OK なわけですからね、はい、この辺は本当に挑発に乗って格下しない方がいいですね、はい。まあ、多分アンジョーファンが大したことないんじゃないのっていうようなのから始まったとは思うんですけどね。まあ、あの単価で運び出されるところ、まあ、アンジョーファンとしては1分1秒でも惜しいので、そうなんですよね、時間を稼ぐだというようなところでのアピールだったのかもしれませんが、はい、ただそうしたアンジョンファンの行為に対して3頭の選手たちが取り囲むような状況になりました。まだプレーは再開されません。今日の主審は韓国のイ・ジヨンさんです。このあたり韓国人の案としては主審と、まあ、コミュニケーションが交わしやすいというのもあるんでしょう。あ、ようやく3頭のペナルティーボックスの中にボールがセットされました。
もやっぱりアウェーですね、この引きあっという間に引きの絵になってしまいましたもんね。そうですね、現地からの国際映像をもとにお伝えしています。どういうふうにアンジョファンがやられたのか分からないですよ ね、はい、これね。まあ味方に対して不利になるような絵は絶対に映さないというようなところがあるんでしょう、はい、ホームアンダーウェイ直接対決の結果が重要視される中で、現在はその直接対決の2試合の合計が1対2 F マリノスが1点ビハインドの状況です。さあようやく主審143のホイッスルになってプレー再開。まあ、川瀬さん、おそらくはロスタイムとして今止まっていた時間はある程度確保されると思うんですが、そうですね、はい、さあそんなチャンスがないですからね、こういうの一つ一つきっちり。ブトラから入ってきて中澤の上、セカンドボール、この位置に置く、ファーサイド、オフサイドはない、落として落として、アンジョンファン、いや中澤、ルトラから前、フリーだ、フリーだ、フリーになった、フリーになった、よし、どうだ、中澤、わずかに右、点を仰ぎます中澤裕二。いや決定的なチャンスでした、今のシーンです。向こうサイド誰でしょうか、ナスなのか田中裕真なのか。ナスですね、わずかにゴールなりませんでした。さあそして回り込んだのはフリーだ、フリーだ、オートスルーしてアンジョンファン、ペナルティーボックスに久保、大島がいる、アンから久保、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 後ろから田中裕真、ハンド、どうだ、これはハンドをアピールしましたが、あ、中澤も行く、この辺はね、3月9日のゲームでもこういうね粘っこさを見せましたよね、今のシーンです。よく見てみましょう、最初に久保、あーギリギリのところ、その後田中萩間か、あるいはナスかというところ、もうねゴールの中入ってて手でかき出したような感じですよね、田中萩間の最後シュートでした。別の角度から見てみましょう、久保のシュートの後田中、あーそうですね、胸かあるいは手にも当たっているようにも見えます。最後かき出したのはこのパジンです。場内がまた異様な空気に包まれています。レフリー韓国のイ・ジヨンさん、こちらは大島、副審と話してるんですよね、はい、主審の判定がどう出るのか。今日の審判団は副審も含め全て韓国の審判団です。コーナーキックで試合が再開です。ハンドの判定は得られませんでした。さあしかしコーナーキック、これはものにしたい、F マリノス崖っぷち、窮地から這い上がるか、勝利をつかめるか、ヘディング、こぼれたボール、もう一度シュート、どうだ、左に外れた、わずかにポストの左、最後松坂、そしてゴールキーパーの楊貞がまた倒れ込みます。サッカーの神は F マリノスにこれで真っ赤というぐらい試練を突きつけてきます。いいシュートでしたけどね、山瀬幸弘でした、最後のシュート、兄の思いを込めてエースナンバー10を背負って左足振り抜いていきましたがゴールならず。引いて中澤、前線のボールが通らない、逆にカウンターを食らう、あっと危ない、中澤がついていく、榎本、榎本、榎本、中澤、
たしても定位置にやられた。ここでホイッスル。アウェーの地中国で横浜 F マリノスの夢今年もついえました。グループ F 第5節を終えての順位表が今出ています。勝った三島ロの勝ち点をさらに伸ばして全勝15、横浜 F マリノス敗れて勝ち点得られず勝ち点9のまま